平野の仕様とサイタッグも、キンプリ代表曲一番手掛けたアーティストの気になる動き、滝沢秀明氏の新会社、とべ、の公式 YouTube チャンネルが、7月7日午後7時から、とべ、ちょん、DNA-02、と題した生配信を行うという、同2日に実施した生配信では、元 V6 三宅県のとべ所属が発表されたが、 各報道では予告画像に椅子二足があることから7日に元キングピンス以下、キンプリ、平野氏洋と神宮寺ゆうタの合流が明かされるのではないかと伝えられている。そんな中、キンプリファンの間では同グループと縁の深いある有名アーティストの動向に注目が集まっているようだ。平野と神宮寺は、岸ユゆうと共に5月22日にキンプリを脱退。 同日ジャニーズ事務所を退所した岸士のミ月末退所。そして、6月下旬になると、ニュースサイト、週刊女性プライムが、二人の飛べ合流を断定的に報道。その後、一部週刊誌で、平野が滝沢市プロデュースの下水面下で新曲の準備を進めているといった情報が報じられたため、すでにこの展開は、公然の事実、と化している。 金プリファンは想像以上に早い。再始動また平野と神宮寺が共に活動すると見られるとあって期待に胸を膨らませている様子。一方、ヒップホップアーティストクレバの公式ツイッターが、戸辺と三宅のオフィシャルアカウントをフォローしていることが発覚し、大きな話題になったんです。芸能ライター。 クレバ作詞作曲の1番は、キンプリにとって思い入れのある1曲クレバといえば、昨年6月にリリースされたキンプリの4枚目のアルバムメイドインのリードトラック1番の作詞作曲を担当したことで知られている。デビュー以降王道のアイドル路線をひた走ってきたキンプリですが1番はそのイメージを完全に覆す挑戦的な楽曲として、ファンのみならず、 プロのミュージシャンからも大きな注目を集めました。クレバによる和のサウンドトラップ、そして BTS、王団少年団の振り付けを担当するダンサーリーハタシーへのハイレベルなダンスが特徴的で、新しいキンプリを象徴する代表曲となったんです。 ちなみに5人体制では最後の出場となった昨年大晦日放送の第73回 NHK 紅白歌合戦でも金プリは一番お披露しておりメンバーにとっても思い入れの強い曲なのでしょう。どう金プリファンが騒いでいることに気づいたとゲのフォローを外したくればそんな一番を手掛けたクレバが トベとべとみやけのオフィシャルアカウントをフォローしていることに気づいたキンプリファンはネット上で大騒ぎ。今後、平野や神宮寺と一緒に仕事をする可能性があるのではないかと色めき立った。しかし7月6日時点でクレバは両アカウントのフォローを外してしまっています。キンプリファンが騒いでいることを察知し、憶測が憶測を呼ぶ状況を避けたかったのかは定かではありませんが、 ただ、フォローを解除したことで、やはり何か飛べと仕事をする予定があるのではないかと勘ぐってしまいます。どう平野は以前からクレバの大ファンを公言しており、一番をアルバムのリードトラックに推したのも彼だったという。新天地でもまたタックを組むことができれば、平野もファンも大喜びすることは間違いない。果たして、 平野と神宮寺はどんな活動を行っていくのか、まずはラッキーな37の生配信を待ちたい。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。